テレーゼ・マルファッティ作者不詳。パステルが。ボンのベートーベンハウス像。家族に囲まれ、ピアノに向かうテレーゼ・マルファッティ。1810年頃。テレーゼ・フォンド・ロスリック男爵夫人は、オーストリアの音楽家、ルート・ビヒ・バン・ベートーベンの親しい友人。ベートーベンの有名なバガテル、エリーゼのために、の、検定先と目される人物の一人としてよく知られる。テレーマルファッティとして、 オーストリアのウィーンに生まれた。父は、ウィーンの商人ヤーコプ・フリードリヒ・マルファッティであり、裕福な医師で著名なヨハン・バプティスト・マルファッティフォン、モンテレージオとはいとこの関係であった。父は1804年からバルカスドルフ・アムカンプに、辞書を有し、1806年4月2日に、貴族名館において、エドラー・フォン・ロレンボックスディーザという称号を与えられた。 妹のアンナは、ベートーベンの友人であった、イグナーツ・フォン・グライヒエンシュタインと1811年5月29日に、エストドルフ・アムカンプで結婚している。一方のテレーゼは、ベートーベンが行為を寄せ、1810年に求婚した、相手であった。1810年4月もしくは5月に、ベートーベンがテレーゼにあててしたためた書簡は次のように、結ばれている。いざさらば、 敬愛するテレーゼ。あなたにこの人生に、あらゆる素晴らしい、美しい事物のあらんことを、私のことを心に留めておいてください。私よりもあなたに明るい、幸福な人生を望める者などおりません一万日。あなたが、そんなことを気にも留めていなかったとしても、ケグ、ベートーベンこれは、必ずしも恋文というわけではなく、またベートーベンが、 テレーゼ・マルファッティに求婚したという確証はないが、フルゴー・リーマンなどの学者は求婚の事実があったものと考えている。加えて、バガテル、エリーゼのためにの楽譜が彼女の私的な書類の中から発見されている。いずれにせよ、テレーゼがベートーベンと結婚することはなく、ベートーベンは生涯独身であった。ありがとうございます。